プル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 ーンと、カレー作ったの。これなんだ？なんだろうね。作り方としてはね、ごま豆腐に近いもので、材料はくず餅になるくずと、何使ったんだっけ？寒天か。と、これ。オーガニックアーモンドミルクです。これ1本と、まあ、くずと、寒天で作ったんですけど、まあ、ごま豆腐、これがね、ごまだったらごま、練りごまだったらごま豆腐になりますね。ね もうちょっと見た目杏仁豆腐みたいなね、白さでいいでしょう。なんか、ここに、クコの実とか乗ってれば、杏仁豆腐っぽいんだけど、アーモンドなので、ちょっとアーモンドを散らしてみようかなって。まあ、クコの実の代わりにこんな感じとか？どうだろう。シンプルだよね。なんかこう、ちょっとナッツ感を出したいので、プルミとか、レーズンとかこう散らしちゃったりなんかして。また全然ちょっと、感じが変わりますよね。どうどう？プリンみたいになったよ。プルプルプルンと。まあちょっと、塩豆大福にも見える。まあでもそれくらいの柔らかさです、これは。見た目ね、なんかちょっとこういう風によそってあると、手作りしたの？ってなんか言われそうな感じなんで、ちょっと手作りしましたよの証拠です、これが。ガラス鍋にその入れて材料をね。で、放置しておくと、まあ、こうやって固まるわけね。まあ、この量ですからね、一人でこの量食べれると思うと、巨大プリンみたいな感じですよね。巨大牛乳プリンみたいな。なんかすごいでっかいプリンって最近売ってるみたいじゃないですか。あれちょっと食べたら気持ち悪くなっちゃいそうだけど、まあこうやってね、自分で手作りして大量に作っておけばね、まあ、好きなだけ食べれるっていうのも嬉しいことで。私、くず餅がすごく大好きで、川崎大師っていうところの通り道に、まあ、賑やかな通りがあって、そこで売られているくず餅がすごく美味しいんですよね。ねえ、もう食べれないけれどね。まあ、時折東京のどっかの駅でそのくず餅売られてたりとかして、買おうかなどうかなと思って見てみたら、材料をね、原材料見てみたら、あれでんぷんみたいな。あれくずじゃないよみたいなところで買うのやめたりとかしたんですけど、もうこれは自分で本格的くずを使った、くず餅みたいなものですからね。しかもアーモンドが。アーモンドの香りがする。これにね、なんかきな粉とかまぶして、で、糖蜜かけたら、もう、くず餅そっくりですね。まあ、ちょっとこれ私作ったの柔らかめだったので、くず餅ほど、弾力はないんだけど、まあ、杏仁豆腐みたい、ほんと。柔らかさ。ね。ねえ。それと、何を言おうとしたっけ？ 忘れてしまった。美味しい。ということで、今日はこれが、私の主食です。や、食べきっちゃったよ。おかわりしようと思うんだが。これ、さっきの盛り付けどうやってんの？っていうふうに思う方もいらっしゃるのではないかと。まあ実はこれ、ちょっとしたテクニックで、まあレストランとかっていうのも、こういう大きなバットに、大量にこんなババロアだとかティラミスとかそういうの作るわけね。
で、盛り付けするときに、まあ、こうやって、まあ、中心からこう入れて、スプーンをね。で、ちょっとこんな風に、斜めに、こう、すくうんですね。そして、こうやって、取れるじゃない？そしたら、こう、早くしないとね。これを、こういう風に、する。言葉で説明しろって感じだけど、まず一杯目はこうやって下に伏せるわけね。まあ、スプーンでこうすくったら、こう、すくった、この湾曲している方と逆にこう、盛るっていうようなイメージなのね。で、これを3つやるんですね。これで、こんな風にもう1個すくって、そして、重ねる。ほら、こんな風にするんです。で、まあ、大体レストランとかで出す場合、こう、2杯だね。3杯はでかい、多すぎちゃうから、こうやって、2つぐらい重ねると、まあ、少しおしゃれに見えますね。もう美味しそうにも見えますし。まあ、これ、アイスクリームとかでもこういう感じでね、盛り付けしたりとかしますけどね。まあ、お家で自分でやる場合には、もう一杯すくえるっていうのが、まあ、ちょっと嬉しいよねっていうね。こうやって、そして、またこう重ねるっていう感じね。今ちょっと怒っちゃったね。これね、早くしないとね。まあ今撮影しようとして、こんな、なんか上下の運動とかこう入っちゃったから、うまくこう、なんて言うんですかね。さっきみたいに上手には盛り付けていないんだけれど、まあ、普通やるときはこう、下に置いてね。まあこうやってやるわけじゃない？で、こうやってすぐさってこう乗せるので、もうてんこ盛りだね、これね。寄せ豆腐とかもこんな感じでね、盛り付けすることはできますよね。まあ、お豆腐もね、イタリアンレストランとかで、ちょっとこう、うまい具合に、おしゃれに、こう、乗せて、まあ、サラダとして出した覚えもありますし、まあ、ちょっとしたテクニックでした。2杯目は、上にきな粉を乗せて、これ、チョコレートソースっぽく見えるけどね、デーツシロップ使いました。これも、こんな風にジグザグとこうね、スプーンに、ソースをすくったら、まあ、ジグザグにかけるとちょっとおしゃれに見えますね。まあもうちょっときな粉で弾いちゃってね、ジグザグがもう見えなくなっちゃったけど。あははは。いただきまーす。美味しい。見た目の美しさっていうのもね、やっぱり美味しさのスパイスですね。3杯目。今回はちょっとコーヒーに合うような感じで盛り付けしてみようと思います。これ、わかりますか？円柱になってますけれども、これはセルクルリングっていうのがあって、こういったリングで、まあ、型を取って、で、押し出したものです。だからもう、これを使うときは、こうやって残りはぐっちゃぐちゃになってしまいますけどね。まあ、これはこれでまた4杯目、楽しもうと思ってますけども、今回3杯目おかわりはどうにするか。まあ、そうね。ひとまずこれだけだとなんかマシュマロのでっかい版みたいな感じですけども、ここにちょっとナッツとかね、こう飾って、まあ、遊んでみようかなと思うんだけど、ちょっと、カシューとクルミと、アーモンドって、ちょっとこう、
まあ、立体になるようにね、うん、こんな感じでまず乗せました。そして、ソースのねかけ方をちょっとやろうかなと思うんだけども、2種類のソースを使うときよくねレストランとかって早くさっと綺麗にこう盛り付けて出すときにスプーンにまあいっぱいこう取ったらそれをさっと置いてシュッとスプーンでこうちょっとやりますよ、まあ、こうですこうです、こうやってテンテンってこう置くパターンもあるんだけど、まあこう置いてシュッってやる、見えます？そうするとこんな感じでちょっとおしゃれに見えるんですよね。ってもう流れちゃってる普通はこう置くんだけどな。まあまあまあ、そしてまあ2種類目のソースをかけるときも似たような感じにやります。あ、でもこれちょっともうソースが緩いからな、これはちょっとできないな。まあ少し粘度の高いものだとできるんだけど、あんまりこう水っぽいやつだとね、ただほう今垂れてしまったらまあでもねー、ちょっと私これじゃあちょっと違うのよって、私のやりたいこととは違うのよ。でも見せながらやるって結構むずいな。ちょんちょんと、でここにまあこうなっちゃったらしょうがないからちょんちょんちょんでいくかな。まあちょんと乗せてシュッと、このままシュッと、こっちも形整えよう。これはない、これは大下手くそなやり方だけど、まあこんな感じでもう流れちゃってんじゃんね、そりゃそうだよ、まあ、こんなやり方だとねこう宙に浮かせてとかやってったあれだけど、まあこんな感じうん、まあ点々でこんな風にね、点々ってやったら最後にちょっと多めに乗せてスプーンでシュッって書くと、まあ、こんな風におしゃれにね盛り付けすることができます。あとやり方としてはもうこんだけだだれちゃったらもうちょっと形が崩れちゃってるんでかっこ悪いから、逆にソースを斜めがけしてしまうというやり方もあります。ではまたなんか撮影しながらってむずいな、宙に浮かせないから普通はね、まあ、こんな感じで、要はこうタラーンと斜めにこうかけてあげちゃうっていうパターンですね。で、ちょっとこんな風にしてダラーンとさせてあげちゃうっていうねパターンおい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 、アーモンド垂れちった、はい、まあこんな感じもうこのソース自体があれですね、ちょっと少しもうちょっと粘度が高いやつだったらよかったなとか思いつつも、まあまあ少しねだけどこんな風にすれば普通の家庭料理も、まあ、美味しそうに見えると言ったらいいんですかね。うん。まあ、あれ。なんか思いのほか私がこうイメージしてたのと全然違う形になっちゃったな。という感じで、もうなんかぐっちゃぐちゃになってしまったら、これを今度ソースを多めにしてしまうというやり方もありまして、要はプールにつけたような形にしちゃうんですね。あとこっちのソースにしよう、うん、じゃじゃんじゃん、二色ソース、これこの間
栗を赤ワインと砂糖で煮込んだシロップなんですけど、その残りです。なんで、こう、お皿全体のように、こう、それを流し込んであげちゃうっていうやり方ね。まあ、そうすることによって、まあ、見られたものになりますでしょう。ね。で、ここでまたさらになんかやろうとするともっとぐっちゃぐちゃになって味もおかしくなっていきそうなので、ここでストップしようかなとは思うんだけれども。もし、またなんかやりたくなったら、ミルクみたいな白いものをここ、てんてんてんってやったらまた素敵になりますよね。まあ、こんな感じでね。自分家で、自己流イタリアンというか、なんていうか、フレンチにも似たような、まあ、そんな感じで、普通のなんか素朴な素材で作ったものを、こう、美味しそうに、見せながら食べております。まあ、これ食べ終わったらまた4杯目残ってるからね。まあ、今度どんな風にして食べるか。お楽しみに。はーい、これうまーい。もうなんかこのソースの組み合わせがやたら美味しかったんで、ちょっと感動しちゃった。まさにプリンのカラメルソースのようなほろ苦さと甘みが加わって、これうまいわー。ちょっと言われながらびっくりしちゃった。でもまあもうコロンともうどうでもいいような形になっちゃったけど。でもなんかもうこれまぶして食べたいぐらいだよ。めちゃめちゃ美味しかった。たまらん。くず餅がプリンみたいになった。本当にプリンみたいになった。カラメルソースの、感じになった。4杯目。次どうやって食べるかっていうと、もうこんだけぐちゃぐちゃになったら、ぐちゃぐちゃにしちゃう。もう、あえてぐちゃぐちゃにします。そうすることによって、少しこう、ガチャガチャガチャと細かくしますよね。まあ、ジュレみたいな感じにするわけです。なので、ちょっとジュレとして、まあ、使うっていう手もあるんですけどね。で、まあ、ちょっと細かく敷いたら、盛る。して。おほほ。まあ、この量を自分一人で平らげたっていうね、しかも短時間で。まあ、それも、すごいけどね。これでね、綺麗に食べきります。で、これだけだとやっぱなんかね、ちょっと綺麗じゃないでしょ？で、しかも味もね、薄いので、ここに、まあ、蜂蜜なり、まあ、アガベシロップなり、なんでしょう、ちょっと、そういう、ソースというか、こう、液体状の甘いもの、食べれるやつね。なんだ、メープルシロップとかでもいいと思うんだけどね。で、こう、かけますよーっと。そして、これだけだとまだなんかね、見た目が美しくないじゃない。なので、ちょっとこういった緑を上にポンってのせるだけで、おしゃれになります。で、さらに、こういう豆乳だとか、まあ、これはアーモンドミルクですけども、そういった白い、このね、くず餅に、まあ、白いものを、液体をこう入れて、まあ、浸すような形ですかね。まあ、浸してあげることによって、ほら、ちょっとなんか、また杏仁豆腐っぽく戻って、なんだろう、スープみたいにもなったし、またちょっとおしゃれ感が
アップしたんじゃないでしょうか。ね、これをいただくと。おいしい。もうこれはダイレクトにこう甘い、ソースの味が、口の中に広がって、もうこのプルンっていうね、食感も、なんだっけ、昔そういえばフルーチェだっけ、なんかこんなのありましたよね。それに似てると思います。まあ、めった食べなかったけどね。 まあどっちかっていうと私杏仁豆腐の方が好きで、杏仁豆腐を作る方の方が好きでしたね。 やっぱ昔から牛乳全然飲んでないんですよね。なんか下痢しちゃうような感じで、あまりこう好きじゃなくて、学校給食の牛乳とかもいつも残してました。で、今はね、こういうちょっと牛乳のような代わりの白い液体というんですかね。まあ、コクが出るようなもの。まあ、豆乳もそうだし、アーモンドミルクもそうだしね。そういう代わりのものが出てきてくれてね、またお料理のレパートリーも増えました。こうやって楽しんでます。 満足。食べきった、満足。そしてこの葉っぱね、ちょっとお話ししたいなと思ったんですよ。これわざわざ買ったんじゃなくて、うちの庭にあったというか、生えているというか、育てたというか、自然に育ってくれたモヒートです。ペパーミントとかミントに見えるかもしれないけど、ミントじゃないんですよ。モヒートっていう葉っぱなんです、これ。お酒にモヒートっていうお酒あると思うけど、モヒートはこの葉っぱが入ってることっていうのかな。まあ、それが、まあ、原料だったっていう、まあ、それ、なんですよね。匂いも結構だから、強いです。こういうのわざわざ飾りのために買うっていうことを今してなくて、お庭で育ったものを使っているんですけど、昨年まではね、お庭でいろいろ、ハーブとか育てることができたんだけれども、ここのお家にはそういうのができなくって、ね、一つだけ、一株だけ、こっちに持ってきたものがあってね、まあ一番元気のいい生命力があるハーブだけ一つだけ持っていこうと思ってモヒートを選んだんですけど、もう枯れちゃったかな、ダメかな、やっぱりダメかなとか思ってたんだけど、育ってくれたんですよ。本当はすごいと思った。